皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンド大宮でカスタマイズさせていただいた車両をご紹介させていただきたいと思います。紹介してくれるのはいつもの富山店長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回紹介するのはこちら、アウディ RS Q8、はい、RS Q8、はい、多分ボンドチャンネル初登場じゃないかなっていう。ああそうかもしれないね。この車やばいですよね。いやめちゃくちゃいい、あのめちゃくちゃいい、もう、うん、ウルスと戦えるなんかこう車じゃないですか、ね、何を戦うのかちょっと謎なんですけど、はい、なんか俺の印象だけど、ウルスよりちょっと柔らかい感じっていうか、うんうんうん、確かにウルスよりちょっと器用な感じ、うんうんうん、ちょっとフォーマルな感じもします、ね、そうね、そうね。ただやっぱり性能的には半端ないんですよ、ね、めちゃくちゃいいよ、うん、だから結構 YouTube のチャンネルなんかでもウルスと戦わせたりとか、うんうんうん、あの04やったりとかしてるぐらい、うん、そのぐらいちょっとあの台数的に結構少ないんで、うん、なんかちょっと若干隠れちゃってますけど、うん、またいじるとかっこいいと。かっこいい。で今回バッチリ仕上がってる車なんでちょっと紹介していきたいと思います、はい、でまず今回これカーボンなんかは純正オプションのあれですね、そうですカーボンの全部のパッケージ、まあ、内外装ともにカーボンは全部純正です、はい、いいですねやっぱりかっこいいですね。そしてブラックアウトもいろいろしてあるんですかね、うん、これ、まあ、もう全部もともとあこれ純正なんですか、うん、もう純正で何も変えてないです。なるほど、はい、でもう純正でめちゃめちゃ引き締まってる。ちょっと謝らなきゃいけないのはちょっと前後の RS ケートのエンブレム今ついてないんですよ。あなるほど、唯一ここだけシルバーなんだよね。でブラックってこの日本設定がないからちょっと今取り寄せ中で、あここだけ今間に合ってませんよ。じゃペイントに出してんじゃなくて黒いものに交換予定と。そうっす、はいはい、それがまだ納入されてない、うん、そうなんです。完全体じゃない、完全体じゃない、動画撮ってるくせに完全体じゃない、はい、そしてあと外装はさっき聞いたらなんかプロテクションがまたこちらの車も、そうです、これもう、まあ、ボディが黒ってこともあってもうカーボンもいっぱいついてるのでもう一周もう前から後ろまで全部貼らせてもらいました。なるほど、もう大宮店でカスタマイズする車はほぼ装着率 100% に近いぐらいのプロテクションめちゃくちゃ貼ってるやっぱり、うん、で結構このプロテクションいろいろ気になるところ皆さんあると思うんで、うん、今回いろいろ聞いていきたいんですけど、うん、これっていうのは一番最初にこうズバリ聞いちゃっていいですか、はい、費用的にはどのぐらいかかるんですか、うん、大台超えちゃう感じですか。フルで貼ると超えちゃいますか、まあ、フルだとやっぱ超えちゃう。なるほど、うん、だそれ加減ができるんですよね。もちろんもちろん、まあ、前回りからで言ったら、まあ、車のサイズにもよるけど、まあ、3、40万から、まあ、4、50万ぐらいで前回りとかミラーとか、まあ、レンズ類とか、まあ、選びながらまあ貼っていけます。で、まあ、フルになるとやっぱ面積が大きいんでそうなってくるとやっぱり、まあ、100万円オーバー120万で、あとはその、まあ、150、60かかる時もあるし、まあ、車のその形状とか大きさによって変わってくると、はい、で前回りもこのボンネット全部貼るとか、うん、ここから前だけ貼るとかもできるんですよね、はいはい、できますできます。だまあ予算だったりだとか用途に応じてそうですね、はいろいろ調整ができると、うん、できあとはその形状的なものは大体どんなものでもいけちゃうんですか、はい、概ね貼れます。ただまあこういう、メッシュとかになるとちょっとそれは貼れないですけど、うん、なるほど、はい、で純正はもちろんそのデータが多分プロテクションのメーカーであると思うんですけど、ね、作ってますね例えばその車外のエアロつけましたとかっていうのもできちゃうんですね、はい、もう一応ワンオフで、はい、なるほど全部可能です。その車種形に合わせて調整ができると、はい、だとこれ貼った後ってどうすればいいんですか。例えばメンテナンス的なものとか基本的にはもう水拭きで OK です。あそうなんですね例えば撥水させたいとかって言った場合はそれできるんですか。このフィルム自体にその要は防汚性まあ、汚れに対してとかなんだろうトップコートが入ってるものなんで、うん、基本的にはまあ、コーティングもいらないし、まあ、その傷への気遣いもいらないし、あもう変なんだし、例えばもうこびりついた汚れで、まあ、水拭きで取れないよっていうのは例えばこのちょっとしたシャンプーとか使ってもいいかもしれないですけど、基本的にはもう水拭きでOK っていうフィルム、水拭き水洗いで OK です。そうですね。でちょっとこの光沢気になるよとかっていうのがあったらそういうアフターのメンテナンスも言ってもらえれば何ていうんですかね、その何ていうの、復活剤じゃないけどそういうメンテナンスの手入れができるようになってる、うん、用品もあるんで、逆にそれもお預かりしてきれいにしてお返しする。なるほど、全然オーナーの手を煩わせることなく、
むしろ楽になっちゃう。そうです、そうです、なるほど、はい、あと最近だとなんかちょっとこの小傷も消えるようなものがあるとか。そうですね、これフィルム自体に熱が入るとちょっとこの柔らかくなって、このなんていうの、傷が戻るっていうのかな、ちょっとこうついた傷がこう戻って消えてくれるっていう特性も持ってるフィルムなんで。最近純正のそのメーカー純正の塗装もそんなのがクリアで使われたりするんですよね。ありますね、まあ、塗装だとちょっとまたそれはそれで面倒くさいんですけど、うん、なので結構そのフィルム自体も機能性があったりして、うん、まあ、車の扱いも楽になるんで、そうですね、まあ、非常におすすめな、まあ、おすすめです、成功じゃないかなと、はい、フィルムどんどん良くなってますし、はい、で今回これ全部でやっぱりその耐久性だったりとかっていうのは、はい、その駐車環境とか使用用途によって違いますよね。まあ、もちろんそうですね、その室内保管の車だと、まあ、やっぱり綺麗なままずっとですし、例えば、まあ、毎日雨ざらしで、例えば花粉とか黄砂とかが固まっちゃったりとかもするんで、もうそうするとやっぱりちょっとその対応年数でいうとちょっとまあ短くなるかなって。なるほど、はい、じゃあまあ駐車環境なんかも踏まえていろいろご相談いただければ、ね、はい、ただまあ塗装に比べたら手入れがしやすいのと、なるほど、塗装ってやっぱりもう塗り直さなきゃいけない、車を補修しなきゃいけないっていう感じになるんですけど、フィルムだったらじゃあ天面ずいぶん汚れてきたかな、ここだけ張り替えようよとかってなると、まあ、塗装より安上がりじゃないかな。なるほど、はい、じゃあまあその辺いろいろご相談いただければ、はい、いろんなものがご提案できるんじゃないか、はい、もちろんです、はい、というわけで、まあ、特に何かつけたっていうわけじゃないんですけど、そうですね、まあ、しっかり乗るための準備としてプロテクションが施工されている、はい、あとは横、はい、そうですね、もう紹介する車もう当然全部タイホイールが交換されてるわけです。です、ね、今回も例に漏れず、まあ、ローダウンホイール、まあ、やってあるから、まあ、紹介させてもらうんですけど、はい、でホイールがやってまいりました。はい、まあ、今回は、ボッセ、まあ、エボシリーズ4ですね。なるほど、はい、23インチでこれは単造ですか。単造です。なるほど、はい、ワンピースの、はい、ボッセ結構あれですね、アメリカの単造ホイールなんですけど、うん、ノビテックにこう純正というか、あ、そうですね、供給してたりとか、はい、だからもう結構なんですかね、こう、はい、デザイン性も持ちつつ、うんうんうん、なんかこう信頼性とか、そうだね、その辺なんかも高いメーカーじゃないかなと、はい、まあ、結構だって別のメーカーに供給するってまあまあですよね。まああんまりないもんね、うん、でノビテックって本当いろんなパーツ出していろんな車種やってるじゃないですか、うんうん、そこに供給できるのはやっぱりこの信頼性の証なのかな、うん、そうそう、まあ、品質からまあデザインからやっぱりその受けるものが多いからこそじゃないかなと思いますけどね。そしてデザインこれすごいっすね、はい、そうなんだよね、結構なんだろうな、ちょっと、まあ、12を彷彿とさせる感じっていうかねちょっとアメリカらしい、そうですね、ちょっとこの辺のデザインとか、うん、このスポークの伸び具合というか、あんまりなかったよね、こういうないですね、うん、これ23は純正が23なんですか、うん、いや、これ純正22入ってた。あ、純正22なんですね。じゃあインチアップして、そうですね、タイヤもそれに合わせたものが入ってる、はい、なるほど、これでかく見えますね、23でも。そうだね、車体的には24入っちゃいますよね。24入ります。ただまあもうこのデザインなんで実際よりもかなり大きく見える。 そうですね、そしてこのえぐいぐらいのコンケーブ、コンケーブこの削りですよ、ついてよかったですね、このセンターボアの、はい、ここ、うん、これ結構好きだな、なんかこの確かに12もそういう風に削られてますよね、うん、もうどういう風に削ってるんだって。オーミアム12率結構高いんで。そしてこれボディカラーはグロスのブラックじゃないですか、はいはい、ホイールはこれはマットの、しかもマットも結構きつめのマットじゃないですか。そうですね、半ツヤとかじゃなく、うん、はい、だこのメリハリがカサカサはしないけど、まあいいツヤ感、まあ、ちょうどいいツヤ感じゃないかなっていう、うん、こんな足元になで当然モノグループウェイトもしっかり黒いもの、はいはい、でそれは黒で、こういうところ大事じゃないですか、まあ、バルブとね、結構こうスケスケというかこうスポークホイール、スポークが細いホイールなんかだと中見えちゃうじゃないですか。そうですね、でウェイトがこうシルバーだったりすると、はい、ちょっとこうあれって思っちゃいますよね、うん、ちょっと残念なところ出てきちゃいますね、まあ、もちろん隠せないんですけど、はい、やっぱりこうやって少し黒くしておくだけでも見た目が変わってくると、うん、そうですね、まあ、ちょっと唯一のシルバーは、まあ、純正キャップを、ね、あ、なるほど、あの流用したっていうところで、はい、まあ、ちょっとここはまあアウディですよっていうか、ちょっと控えめにしたのか、まあ、キャップだけですけど、はい、ここもじゃあ純正とボッセと選べるってことですね。選べます。なるほど、はい、
こんな方になってます、はい、で車高も今回結構下がってますね。今ねちょっとあのダイナミックの車高に設定してるんで、これは絶対ぶつかりますね。もうぶつかってんじゃないかってぐらい低くなってますけどね、はい、なるほど、うん、こんな車高になってて、でやっぱり、まあはい、ここまで下げれますよっていう、うん、はい、なるほど、まあ、一番下がってる状態ですもんね。そうです、まあ、お見せする上でこんなに下がるよっていう感じで、ちょっとプロポーション的な意味合いも含めて、はい、で今回このローダウンがロアリングロッドっていう、そうです、そうです、その足回りの角度を帯びている、はい、そうですね、ロッドを短いものに交換して、うん、まあ、アクティブサスペンションモジュール入れる人も多いですけど、まあ、あれはやっぱこのオーナーが楽しむための要素もすごいあるんですけど、いやもうちょっとそれはもう面倒くさいから、まあ、ロッドでって人もやっぱ結構費用が全然違うんですよね。そうですね、はい、3倍、そうですよ、3倍4倍ぐらい、3倍4倍ぐらい違うかな、そうですね、うん、まあ、その辺もご相談いただければ、はい、まあ、適切なものがご案内できます。で、ロアリングロッドも調整できるんですもんね。できます、できます。もうちょっと上げ目でとかっていうのができるんで、はい、まあ、その辺もいろいろご相談いただけるといいんじゃないかと。はい、であとはやっぱり Q8、ここの折り返し結構あるんですね。あるな、結構。だから下げすぎちゃうとやっぱりここ内側がすぐ当たりやすいんで。これじゃあ、あの出面と車高と、うん、やっぱりいろいろノウハウがないと詰められないです。そうですね。これじゃあつらい位置でなんて簡単にやっちゃうところ確実にぶつかるパターンですね。そうですね、だからちょっとまあまあ今下げすぎてるんで、まあ、ちょっと上げればやっぱちょっと出てくる、タイヤが起きて、はい、いい塩梅のところで、なるほど、はい、じゃあどのぐらいの車高で乗るのかっていうのも一緒に合わせてセッティングする、うん、はい、もちろんです、もちろんです、はい、であとはもうとにかく全部真っ黒、そして全部プロテクション、全部プロテクション、この辺なんかもしっかり貼ってあって、はい、分かんないですね、貼ってる感が分かんない、しかももう全部貼っちゃうと余計分かんないけどね。でまた施工がやっぱり結構僕らもいろんなあの撮影班やらせてもらって、うん、いろんな施工した車、うん、自社で施工したやつとか、うん、あの中古で購入されてもう施工されてたやつとか、うん、いろいろ見てくるんですけど、うん、プロテクションとフルラップ、うん、結構こう上手とそうでないのの差が激しくありません？いやそれも本当一目瞭然で思いますよね、うん、自分なんかやっぱりその塗装経験があるんで余計にですけど、でも、もうなんていうんですか、この慣れてない人の見慣れてない人が見てもやっぱりすぐ分かるっていうか、ここ貼り直したなとか、うん、ここなんでここ繋いじゃったのみたいなありますよね、うん、1枚で貼れればもっといいのにみたいな、もう長く付き合ってる、そういう施工の、方がやってるんで、その辺はこの味付けまで分かっていただいてるっていうところが、まあ、一番いいかなっていう、昨日今日でこうお願いした初めてのところじゃないんで、どこが気になるかっていうのはやっぱ気にしてくれてるんで、まあ、そういう意味じゃもうすごく助かってますけどね、はい、まあ、自信を持ってお勧めできるコンディションに仕上がってます、はい、そして、まあ、全部貼ってあって、リアこれ4本通しですか、これフロント 10.5 で後ろ 12J なんでね。あ、そうなんですね。純正は4本通しですよね。さすがに純正通しでしょ。ですよね、うん、でリアがしっかり335ですよ、はい、335ってもうスーパーカーじゃないですか。後ろのタイヤは太い方がかっこいい、まあ、確かに確かにえぐいっすね、もうすごい。これちょっとウルスと戦いたいですね。そうですね何を戦うのかまあ分かんないですけどすごい迫力っす。でリアもまあちょっと引っ込み気味ですね、うん、だから車高上げたらこう少し、そうだから335とかあっても後ろから見てもめちゃくちゃ太いから尋常じゃないですよね。なんかこう後ろからこう走ってて太いタイヤが見えると、あ、なんかいるなってやっぱこう思うじゃない。やっぱそれやっぱこの出したいよね、その後ろから見た感じ。確かにえっていう、その普通の人が見て感じないと思うけど、俺たちやっぱすごい感じるじゃない。わかりますよ、見ますよ、まあ、めっちゃ見ますよ、なんか履いてんなみたいなそディスク見えなくて、あの人もちょっと普通じゃないなっていうのがこう、はい、太さだけで、そう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 、分かります、ね、そこはやっぱこうちょっと強調したいところだね、うん、であとはもう当然この辺も貼ってあるんですよね。全部貼ってます、全部貼ってる、はい、リアも全部貼ってる。でも純正全部黒いんですね。そうです、そうです、これ外はもう何にもマフラーカッターももう最初からこれだし、で唯一そこのエンブレムが前と同様で、はい、まあ、張り替え予定ということで、今ちょっとなんか、はい、加工で合成で装着イメージを。じゃあ、あとこの辺のカーボンバス、これかっこいいですね。
これねかっこいいよね、なんか真ん中の側に芝カーボンってなんか社会っぽいですね、なんかそうそうそう、いやかなりイケてる1台じゃないでしょうか。ヤフディすごいいいよね、良くなったいいですね、こんな感じでしょうか、はい、で最後になりますけど、はい、結構 RS98、98、はい、両方なんか盛り上がりそうな感じですね。そうですね、まあ、車かっこいいから、かっこいいですよね、欲しがる人もこの、まあ、大きさもいいし、うんうん、今後増えていくんじゃないかなと思います。まあ、いろんなものがご提案できると思います、はい、で本国だとなんかアプトが作った RS98R だっけな、なんか弁定がスピードとかウルスより本当に速いやつなんか740馬力ぐらい出てるやつと、そうですね、はい、ちょっとバケモンみたいな車もあるんで、ちょっとやってみたいですけどね、まあ、いろんなものが必要あるっていうところもありますけどもうロマンの領域ですからね、まあ、いろんなものがご提案できるんじゃないでしょうか、はい、まあ、いろいろご相談ください、はい、というわけでモンドチャンネル、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。